徐々に HP が減っていますね、僕も。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。コムチンです。アニキーです。ミスです。カツギャンディース。よろしくお願いします。お願いします。さあ、じゃあ今日はですね、前半でカツさんに派手にやられましたので、はい。まあ、その鬱憤を晴らすじゃないですけど、やったらやり返すは不幸の連鎖だよ。それやった本人が言うことじゃねえんすよ。第三者が言うなら説得力ありますけど、カツさんやった側ですからね。後半はですね、もっと公平にですね、TNT トロッコで遊びたいと。はいはい。名付けて、TNT トロッコ押し合いして爆発した方が負け選手権。何それ。新しい e スポーツ、新しい e スポーツですね。あ、そうなの。はい。どんな、うまくいくんかな。ちょっとね、挙動が心配なので、まずちょっと普通のトロッコで練習してから、はい、まあ、本ちゃんに行きましょうか。あ、ちゃんとぶっつけはやらないってことね、うん、私みたいな。はい、正しいと思う。さあ、じゃあ普通のトロッコでちょっとデモンストレーションをしますか。はい、ぜひお願いしたい。前なんかカズさんボタンでトロッコの軌道を変えてたじゃないですか。あんなことをやりたいんですよ。はい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 。この原理を使ってピンポンみたいにこう行ったり来たり行ったり来たり、こうラリーをしたいんですよね。ああ、なるほど。どうするといいんかな。なんかレールとトロッコ、なんとなく言いたいことはわかるよ。どうしたらいいんですかね。どう置けばいいのかがちょっと分かんないんで、ちょっと4人それぞれなんかいい方法がないかちょっと模索してみようよ、これ。はいはい。でも e スポーツの完成、はい、一旦ちょっとお願いできますか。はい。ホッパー5000円だったんですね。これ結構簡単だな。でもホッパーがないと速くなるの。はい、斧が乗ってないと。おー、速いね。でもおー、おー、こっち視界悪いな。でもなんか急に来るな。こっちも視界悪いな。うん、あの同じかもしれないですね。じゃあこっちも視界悪いんで、うん、まあいいかもしれないです、これで。うん、視界悪い方が失敗しますもんね。そうやね。こう見えとるとね、結構早いうちに押せるからね。うん、ずっと続いちゃうから、ラリーが。こっちの方がいいわ。兄貴ずやってみ、ベスさんと。オッケー。わあ、むずいな、これ。見えへん。あ、これ難しい。全然見えへん。音で感じるしかねえな、これ。音で。待て、うん、これ一発でなるんじゃないか、これ。これありますね。あ、間違えた。それちょ人間が乗るみたいな。人間も後ろ混ざっとく。一緒に混ざっとく。これ乗っとくかな。あ、いいね、いいね。いやいやいや、オッケー。はい、おっつ。あ、これは難しい。これ育蔵さん下手だぞ、これ。苦手だ、苦手やな、これ。下手やぞ、これ。じゃあ、多分ね、アニキーズだってこっちから見れるじゃんね、来るとき。俺の方、僕見てないですよ。やってみ？うん。あ、でもこっちはむずいな、確かに。全然見えねえって、俺の方は。だって、こ右から来るんだもん。あ、確かに。全然ちゃうよ、だって。でも左見といて、右に振りますからね、こっちも。あ、な、分かった。分かった、みんなもう文句ばっか言うから。分かった。ボタンの配置を。うん。ここにしたらどうや、目の前。あー、目の前にしたらいいかもしれない。あー、これなら、これやとまだマシなんじゃない。あ、いいかもいいかも。これいいっすね。まだマシですね。ちょっと一旦もう一回ゲームバランスだけ。はい。私こっち行きますね。はい、行きますよ。誰か乗ってください。トロッコ。はい。いた。ここからですよ。おい。ほら、むずいってこれ。あれ、これで下手なんじゃないか。いや、これ左側が絶対。いやいやいや、やって、簡単だって。音で判断するしかないですね。そうなんやって、だから見えんねって。よし、行くぜ。はい。ちょっと待って、村人邪魔邪魔邪魔、村人邪魔、めっちゃ邪魔。だってそこに、だって来た瞬間にこうやって押せばもうこれいけるもん、ほら。ちょっと待って、今村人が邪魔した今。あと1回が。いや、めっちゃ邪魔してたんだって今、あいつら。いや、だってここのパワードレールに来た時点で押したらだっていけるもん、ほら。ほら、絶対負けんよ、これ。徐々に HP が減っていきますね、僕も。これで、ね、まあ、死んだ方が負けない、これ。
いて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 止めてくれ止めてくれ。あ逆に見えん方がいいんかな、トロッコの位置が。そう、見えるからダメなんだよ多分。目印がダメなんかだから、もっと赤いのも全体的に敷いた方がいいんかもしれんね、うん、なるほどなるほど、うんね、ああなるほど、そうしますか、目印。あ、そうやな、向こう側が全部見えなければ、壁で見えなければあれけどな、一緒だけどな。うん、かもう後ろ向いてボタンを押すぐらいの音だけで判断して音だけで判断できるけ、できるんじゃないかな、これなかなか難しいね。まあタイミングリズム系になるな、うん、ちょっと一旦動かしてみよう、一旦動かしてみよう、はい、うん、早いなやっぱりおお、なるほどね、はいはいはい。ここに全部あれじゃないの、こう壁張ってまえばそれでいいんじゃない、こうずーってつなげて、それ2段ぐらいに、あ、それこれでもう完全に見えんわ。いいね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 、うん、こっちの人どうやって判断するの、音、もう音ですね、音とタイミング。こっちはちょっと見えるよ、だって。あ、ちょっと見えるの、ちょっと見えるで下、下にも引く、マジか、こうや、あ、これ難しいな、これあ、それでいいや、それでいいや、これいいんちゃうこれむずいな、全然わからんだこれこれでいいやん、これいいなこれやろ、これ勘やぞ、これもう勘やで、これほんと、これこれでいこうよ、ラリーできんのんちゃん、これこれラリーできんかもしれないあ、でもいいね、一番公平じゃないこれ、うん、そうだね、これが一番いいと思う、うん、あ、じゃあ一人が押す人、一人がアドバイザーにしますか、はいみたいな感じで言う人、そう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 、今みたいな感じで今今みたいな、うん、そう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 そチーム戦、そうそう、あーいいね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 、うん、でちゃんと近接ね、近接近い場所にいるよね、アドバイザーもね、あ、もちろん、はい、永遠と終わらない可能性あるでな、確かに1時間でも2時間でもそれ耐久可能性はありますね、うん、カットなしでな、ノンカットで、はい、ノンカットしんどいなノンカットかも、尺足らずかどっちかでしょうね間違いない2つに1つやろどういうチームで行きましょうね、これまあね、カズさんとコミチはばらけて行った方がいいで、うん、まあ、一旦うちボタン押す係になっていいですか、え、なんでカズさん乗らんと、乗らな、最初のこっち側、乗らなかったって、東そこ東そう、カズさん乗った方がいいですか、ね、そうですね、カズさんこっちチームを決めましょう、チームを、はい、なチーム、あ、じゃあこうでいいんじゃない、ほんなら兄貴取ってあげる、はい、うん、ありがとうございます、ああ勝ったなこれほんで場所決めね、場所決め、はい、西か東か、母さんどっちがいいですか、まずどっちがいいですか、え、選んでいいんすか、はい、こっちですよ、完全におお完全にここですよ、で順序的にアニキがボタンを押して、はい、ほんでヨシさんがコミチに伝えるってことだよね、そうですね、ということで、カズさん一発目のラリーがコンということを踏んだよな、これうん、多分そうなんでしょうねねえ、あ、なるほど、うん、初手で死ぬと思ってるんでしょう、はいはい、そんなわけないじゃん、初手で、うん、うん、初手でもこっちの勝ちやなってことだもん、そうだね、うん、いや、もう最初に勝ちやな、そこはそう思って、うん、そこは俺がアシストして、うん、いつでも行けますね、うちは、はい、もう日が暮れそうですからね、はい、そうだね、行こう、じゃあ、行きます、はい、3、2、1、スタート、はい、はい、あ、遅い、遅いもう、はいって言った時にもう来とったもん遅い、遅い、嘘しかも、吉さん生き残ったんだいつ言うかなと思ったらもう全然言わへんで嘘俺の画面で見てほしいこれすげえ爆発横にいる感覚で言ったわリコードの遅延を考えずにだからあ、そっか、あ、そうか、そうだねなるほどそっか、ディスコード遅延かしまったそれを読んでなかったごめんごめんいつも、小道です、兄貴です、よしです、もこれ間詰めるんですけど、それぐらいの遅延がやっぱあるんですよ、うん、なるほど、0.5 秒ぐらい、あ、そうか、あるんだな、あれそうですね、編集した時には多分、うんそんなに感じないかもしれないかもしれない、うん、そうですね。ああ、そうかそうか。同じタイムラインだったら、僕の耳には、うん、あのヨシさんのハイの時にもうTNTトロコ見えてましたから。めっちゃ相馬灯のようにすげえスローに見えた俺それまでお三方が偉いわでも。いやーびっくりした。最悪やまた全ロスやげうわほんとや2回全攻撃1回ずつうちのエリトラもセットのためにいやもう最後の1個ですねじゃあエリトラあらエリトラまた取りに行かなかんくなるなこれエリトラなくなるはいというわけでアニッキーズとカズさんチームの勝利イエーイ
喜びづらい。ただせめて1ラリーしたかったな。1ラリーしたかったわ。ゲームバランスが難しいわ。システム上だいぶ問題ありでしたね。そうだったね。だいぶ欠陥しかない。遅延を見越した練習を1回するべきでしたね。あ、確かに。そうやね。それですわ。うん、そこ。でもゲーム自体もすごい面白そうだったんで、うん、また面白い面白い。リベンジしたい。はい、うん、やりたいね。っていう感じで。また別の、はい、別の感じのね、やりましょう。また別のですね。はい、やりましょう。考えて。違うやつまたやりましょう、はいはい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。